もう一度やらない？宣伝さえちゃんとすればきっとたくさんの人に見てもらえると思うの。いいんじゃない？せっかくここまで頑張ったんだし。それに谷口だってこのまま終われないでしょ。もう次はとつらねえから、みんなもう一度俺にチャンスをくれ。時間は14時からでいいかしら。いいと思うよ。じゃあ僕、霊団の出場は辞退しちゃおうかな。そうすればたくさん手伝えるし。国木田くん、いいの？うん、こっちの方が大事だからね。あのね、もう一回やるんだったら、私考えていたことがあるの。え？なんだよ。セリフを全体的にもうちょっと現代風にアレンジしたいのよ。意味は変えずに言い回しだけね。そうすればもっとわかりやすくなると思うの。考え方はいいと思うが、今から変えるのは役者の負担にならないか。別にいいんじゃねえの？普通に喋ってる言葉に近づけるんなら別に難しくねえし、他の奴らもそう言うと思うけど。ありがとう。じゃあとりあえずその方向ってことで、他のみんなには私から話しておくわ。あとは宣伝だけど、校内放送とか使えねえのか？実行委員会に梨つけてズバーンと宣伝してもらうってのはどうだ？そうね、一応掛け合ってはみるわ。けど果たしてどれくらいのお客さんの耳に入るもんだろうな。俺だけ騒がしい仲だぜ。ああ、それもそっか。やっぱり地道な作業になると、チラシでも作って配るのがいいんじゃないかな。地道というより地味なんじゃねえかそれ。ああ、いや、なんかド派手にできりゃいいのか。どうなんだ。ああ、実はこんなものがあるんだが。うひょー、今日すっげえもの持ってんだな。そんなもの、どうして持ってるの？しかも5色も。ああ、知り合いがゲームで優勝した時にもらったんだが、いらないとか言って俺にくれた。はあ、すごいものもらっちゃったのね。で、これを誰に着せるつもり？まさかあなたが着るわけじゃないでしょ？おいおい、そんなのキョンが着たって誰が得するんだよ。女子でじゃんけんでもしてくれよ。なんだよお前ら、ノリ悪いな。これなら絶対目立つに決まってるだろなあキョン。と思ったんだが、やっぱやめとこ。はあ、なんでだよ。不謹慎すぎるだろう。もっと高校生らしい健全な方法でだな。そんなもん持ってるお前が一番不謹慎だっつーの。とにかくダメだ、これはなし。なんだ。あなたがそこまでムキになって反対するとなると、かえってそのアイデアって面白いんじゃないかって思ったの。は？それに現状を維持するままじゃ何も変わらないしね。思い切ってやってみるのも一つの手じゃない？うひょー！盛り上がってきた盛り上がってきた！やるぜ！超やるぜ！